愛知県立大府持ちの木特別支援学校は愛知県大府市にある特別支援学校。知的障害のある児童生徒が対象となる。ハンダ特別支援学校及び三好特別支援学校の教室不足解消のため、2018年4月、大府特別支援学校の敷地内に開校した。これに伴い通学区域の見直しが行われ、 ハンダ特別支援学校に通っていた東浦町の生徒と、三好特別支援学校に通っていた豊明市の生徒が転入学している。また、愛知県立ハンダ護学校等科校舎は、愛知県立大府持ちの既特別支援学校等科校舎に改称した。等科校舎2006年4月1日、愛知県立東陵高等学校内に、愛知県立ハンダ護学校等科校舎として、 開設された。2014年4月に愛知県立半田特別支援学校等加工者となり、2018年4月より現校名となる。設置学科は普通科のみで、第1学年のコース授業は前期、後期に分かれて、商品管理、木工、試行用業となる。第2学年より、ものづくりコースか流通、サービスコースを選択する構成となる。 流通サービスコースは、試行と商品管理のほかに新たに清掃の作業が加わる。対象は、比較的軽い知的障害を持つ生徒で、中学生もしくは特別支援学校の中学部を卒業した者、または、これと同等以上の学力があると認められるものとしている。ありがとうございます。